山下株式会社は岐阜県多治見市に本社を置くエネルギー関連企業。当時期産地である東農地方でまつわり機を販売する企業として創業し、明治末期には石炭の販売に移行し、昭和初期には紅油の販売にも手を広げた。1960年代初頭には製陶業者の石炭から重油へのシフトが本格化し、 その後はガソリンなどの販売を中心としている。ガソリンスタンドの経営、産業用燃料の販売、ガソリン、軽油、灯油、プロパンガスなどの家庭用燃料の販売、損害保険、生命保険などの保険事業、セメントの販売、太陽光発電装置や家庭用燃料電池の販売などを行っている。関連会社として、山下投了、株式会社、 山下鉱産株式会社、有限会社 IMM がある。現在の本社所在地は JR 多治見駅前のクリスタルプラザであるが、この建物は1976年にユニー多治見駅前店として建設された。山下棟了、株式会社本庁工場の跡地である。四代目代表取締役社長の加藤智子は三代目、社長の加藤正蔵の妻であり、 1960年に、肖像と結婚してから、専業主婦として、夫や姑との小6に仕えていた。1982年に、夫の肖像が休止したため、智子は戸惑いつつも社長に就任した。岐阜県中小企業団体中央会、レディースクラブ初代会長、全国レディース中央会副会長、岐阜県女性の活躍推進検討委員会委員長、などを歴任しており、 田治見市で最も有名な女性経営者とされることがある。2009年には極日総交渉を受賞した。2020年には名古屋大学と岐阜大学の運営法人が統合して発足した東海国立大学機構の非常勤理事に就任した。ありがとうございます。